世界一のフラウンス推しトレーナーさん、セイウンスカイを引いた結果に対するみんなの反応。恐ろしく早い貫突。爆速すぎる、5分って。太郎ね、騎兵場運転で安心したわ。今回かなり引き良かったからビブロスの方も貫突した。さすが村長。参りました。せいちゃん性能が次世代すぎて引きに行くか本当に迷う。逃げ育成に魂かけてるならゼガヒでもという感じ。そうでなくても相方のビブロスが強いから割と引きどく。あんたかと思ったらあんただった。次の育成に西野が関係するならまた燃え上がるな。フラウンス村は何度も燃えても良いものとされている。燃えたら燃えた分だけいろんなものが生えてくるから実質ダメージ吸収してる。どうせあの祭壇が充実するだけだしね。さすが我らの村長だぜ。何が怖いってこのサポカセイちゃんに使えないんだぜ。フラワーに使えばいい。恐ろしく早い貫突、見逃しちゃったねー。嫉妬すら追いつけない。この人じゃなかったらどうしようかと。また村長自ら燃えてる。タイトルだけで誰かわかるのすごいよね。かけらも迷いがない。4突すると決めてガチャを回したとしても5分で完成するのはかなり運も良くないか?ビブロスの貫突報告見る限り1点上もしくはそれ未満で揃ったのはほぼ確定っぽい。ガチ勢には神も微笑むんやなって。セイウンスカイガチ勢、あっさっし。我々とはレベルが違う。セイウンスカイサポカ貫突 RTA 世界記録保持者。寝てる間にパカライブで村を燃やされた村長だろうな、と思ったら予想通りだった。二次結晶使ったのかなぁとか思ったけど、そんなことなかった。間違って6枚くらい引いててもおかしくない勢いで回してそう。セイウンスカイガチ勢実馬セイウンスカイの馬主親族で将来馬主をアバさんを継ぐ予定。太郎さんだと思ったら太郎さんだった。自ら進んで先頭に立つ村長の鏡。性能強くてもパワー不遇の時代あったから突破するのは怖くはあるよね。まあこの人はそんなの関係ねえ引くと決めたから引く、だろうけど。西野ライデンとか星雲構成とかネロとかリーチザクラウン来ねえかな?安定の信頼と実績の尊重。公式が最大手とかいう単語を競馬で使うことになるとはこの理白。うん、誰がなのかは見なくてもわかるってのがさすが尊重殿。新ガチャを挙式と言って楽しみにしてたのも微笑ましい。こういう人がアプリ版を強力に支えてくれている。とんでもねえやつと同じ時代に生まれちまったぜ。実力行使ミシン、ルールの範囲内で存分に引いたいミシン。馬娘界隈ではコナンの正体くらい知れ渡ってるせいちゃんガチ勢。強いから貫突させるのではありません。愛しているから貫突させるのです。このガチ勢さん他の時にガチャ回さなければ無償分だけで余裕瞬殺できるやろ。この人は推しを持つだけでなく推しで勝とうとする人やぞ。ガチの関係者?一般フラウンスファン、フラワーとスカイのレアなグッズを持っていることで有名。元締めを一般と言っていいのだろうか?セイウンと西野の馬主の娘時期馬主候補筆頭。なんならセイウンスカイ号のサツキかキッカの口取り写真にも写ってるレベルの関係者。村は焼かれることで強く大きくなるんだ。村長は二人を兄と姉だと思って単体で愛してるので単体供給でも死ぬんだ。兄と姉だと思ってるは誇張表現じゃないのすごい。パパの部下で昔からの知り合いのお兄ちゃんお姉ちゃん的ポジションか。狩猟中だから前みたいに頻繁に反応ってことはないけど。ちゃんとしっかり狂ってくれてて感謝。村長ってカジキ牧場主じゃねえか。どう転がっても一般人では入れないところからフラウンスの決勝眺める村長好き。G1 馬の決闘表にセイウンスカイが入るのはデイジーが初めてなんだよね。そのうち YouTube チャンネル開設して配信してほしい無理。いずれ西山牧場の Twitter に村長が出てくると思うからそれを楽しみに待て。その頃には牧場長 VTuber として何かやってくれるかもしれん。フラウンス村村長兼西山牧場次期代表取締役って強すぎだろ。下手なトレーナーより育成も上手。ダートチャンミアリーグオブヒーローズにフラウンス出す程度にはガチだからな村長。
なお謎の不審者集もする模様。とはいえやっぱり一般人とは違うんだなとなる。セイウンスカイと西のフラワーのグッズたちの一部です。再現不可能な祭壇いつ見ても草。継ぐ予定のなかった人がきっかけを得て、これからフラウンス血統を盤石にするために携わるってんだから面白い。馬娘以前はそこまで馬のことを気にしてなかったのかなと思うと感慨深いものがある。ちな去年の名言、とりあえず花嫁西のフラワーで分かったのは課金イコールご祝儀。フラウンスの新衣装やサポカお色直しと思ってない？馬主の後継って割とどこでも問題になりがちだけど西山さんのところは一切そんな気配なくていいな。藤田社長を抜くと馬娘というコンテンツで一番恩恵を受けた馬主は西山オーナーかもしれない。馬娘で人生変わった格好勝ちの人だったか。焼かれるたびに強くなる村と村長。そのうち新オーナーとして口取り式に出てくるのだから俺らはその時を心待ちにしていればいいのだ。特別レース勝手台の上に乗る村長みてぇな。何が燃えたんだ？事件か？と思ったら村長が燃えただけだった。この人の村いつも燃えてるな。オタクなんて自分が住んでいる村に焚き火とか積み上げて燃えねえかなーって待ってる説あるし多少はね。明らかに村長のギア上がってきてて草。フラウンスじゃ。フラウンスの板車作って同行の死に見せびらかしてたら親が挨拶に来た、な、何を言ってるかわからねえと思うが。いや持ち主めっちゃ驚いたろうな。太郎さんの車？オーナーのじゃないよね。板車博みたいなので板車があったから特別に乗せてもらったとかなんとか。西のフラワー？この後シャドウムーンをボコりそう。乗り方が様になってるなぁ。若い頃はバイクを乗り回してたんだろうか。フットワークが軽いのか府中中山の一般エリアでたまにフラフラしてるからビビる。調べたら西山オーナーのブログに載ってる写真なんだな。板車の持ち主は西山オーナーの友達で、場所は2023年の中山競馬場だってさ。そういえば西山氏が村長をセレクトセール連れて行くようなこと言ってたが連れて行ってもらったんだろうか。去年のセレクションにしっかり帯同してたよ。OL やってた娘が牧場継ぐフラウンス残すとか言うようになるって、馬娘って恐ろしいコンテンツなのでは？サントリー商品開発部の K さんとか、浅香さんとか馬娘との出会いがターニングポイントの人ちょいちょいおるね。太郎ネキはうかつなこと言わないからお高い祝いの修羅場をくぐってきたんだろうな感ある。推定年齢的に半年ロムルの心構えを忘れぬオタク魂を感じる。村長の押し方は熟練オタクのそれで見ていて気持ちがいいんだよな。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。